すぎる。表情管理が完璧すぎる若様についてここで語ろうぜ。ではどうぞ。バンダナを巻くときゆきがマジでかっこよすぎる。これ惚れない人おるんか？ときゆき様この表情はダメだよ。男も女も起きちゃうよ。なんだろう。ときゆき様は無意識にやってるのに完全に落としに来てるのは何なんだ。バンダナ巻くときまで色糸とかずるすぎるだろ、ときゆきキュン。若が頭巾結ぶ一瞬の表情が憂いを帯びてて色気すごい。現場くんもときゆきに惚れてしまったか。ワクワクときゆき様マジで可愛い。現場もこれには調子が狂っちゃうよね。現場これを間近で見て惚れないのかな。自分だったら速攻抱きしめてるけどな。ときゆき様いつも命狙われてるとき表情とろけるからずっと狙われていてほしい。天下取ってほしいけど取らなくてもいい。ときゆきちゃんの笑顔が眩しい。なんて綺麗な目をしてやがる。完全に子供のようなリアクション。ルンルンときゆきちゃんちゃわ。今回現場もめっちゃかっこよかったね。まがまがしいオーラを放ってたときやばかった。ゆうきあおいさんマジですげーな。男性出せるのもすごいしマジでキャラに合ってる。現場さんもっと目の前の対象に惚れてもいいんですよ。今週も若が可愛くて俺の性癖が壊されそうだったぜ。あと高氏の不気味さがこれでもかとアニメーションで表現されてたのは素晴らしかった。グロから逃げない姿勢もよし。風間現場のお前が払えなかったら小山後にも付きまとってやるって。裏を返せば天下を取るまで子子孫孫に使えるって意味で尊い。実際これ以降時行きが何度負けても天下取りが絶望的になっても現場は裏切らず老頭であり続ける。よくよく考えたら時行き様ご一行って年齢的にはみんな小学生なんだよね。冷静に考えるとこんな初太たちが殺し殺されの権力闘争に巻き込まれる。しかも当時的には普通って南北朝時代って過酷すぎません？矢を避けるときゆき可愛かったんよ。あと現場めちゃ動く。ときゆきが心を尽くして老頭を一人得た頃、高氏はただあるだけで人々を狂わせ魅了。カリスマとして対照的ですね。ここの時行きの純粋なときめきを挟み下手と上手が逆転するのも面白かった。現場の術中は見事だった。タツルブの神聖のはちゃめちゃさがいい感じに表現されていて、いいデフォルメ顔が松井先生らしい。時行き様の脇、へそ、肩、風呂シーン以上のエキサを感じる。ちょ、包帯感で半裸の時行き様が眩しい。これそういう作品じゃないでしょ。え、そういう作品なの？ショタ、え。ルンルンときゆきちゃんちゃは、命の危機にさらされそこから脱却する快感を得ているときゆき、まず気質あるな。ときゆきちゃんの笑顔が眩しい。本当に正々堂々はもう、この頃系が活かしてるんだよな。現場の馬鹿司会最高じゃないですか。隠れ気またやりたいな。手死にかけるとほを好調させるときゆき様の極限の美。ときゆき、遊びに貪欲すぎて、もはや最古のオタクやん。めっちゃキラキラしてる。ときゆきかわいい。またときゆきちゃん命の危機で性的興奮してる。この状況下でも楽しめるときゆき、あんた最強だよ。耳で会話すんな。そこで狩りを作ると思う程度には現場ももう、ときゆき様に奪われてますね心を。おびただしい人間から裏切られた経験を持ちながら、ときゆきの方から味方を裏切った記録はない。前後の北条ときゆきの強烈な魅力を伝えるイメージ映像、すごく、とても良かった。ときゆきは裏切ったことがなかった。こういうのかっこいいと思ったら、おっさんたちがイチャつく演出が入るの面白い。現場くん、ときゆきに惚れてしまったか。アバンでも目を伏せる一瞬の優美さと高貴さ、そこからの鉢巻きをして表情が一点凛々しくなる時行き様。現場くんと若様のシーンが好きすぎる。二人ともこれからもずっと一緒にいてほしい。今日も若様は感は良かった。キラキラお目目でワクワクしてんのほんとかわいい。まあ耐え切る喜びを知っちゃってるよ若様。威力強。てか若様神回しすぎでしょ。若様のいろんな表情が見たい。
たった数分で高氏やべえ人材だろってみんながわかるのごいす。相変わらず原作の良さを生かしつつようできてる。今回はギャグ回かな？ソロネタ挟みつつ、人間模様もわかる感じで。6話はよりヒゲがおとなしかったな。まあ他の奴らがやらかしてたからな。いろんな方向へやらかしすぎてたからな。話が面白くて作画も半端なくて、その上演出まで面白いとかそんなのもう反則じゃん。敵味方どれも魅力があって困る。臨死古い書物を振りかざすのはど真ん中の成功法で、現場がやった遊び燃やすは卑怯、というより次世代の戦い方だった。忍者の登場と繋げるのうまいなぁ。ここまで来て作品の方向性がようやくつかめたぞち。登場人物に愛着が持てるようになって、笑いのツボもわかるようになり、作品自体を楽しめるようになってきた。お気に入りは定宗様わらかわうちが時行現場を追い込むシーンも高氏のカリスマ性の表現も圧巻。映像表現の博覧会みたいな聖マジー会でした。現場&時行と BL オッサンズの乱戦はベストバウド。それと足利高氏の人物像が完全に人材になってて、こんなのに若様勝てるわけがない。まあ日本人ならみんな知ってますけど。ナレーションが解説してくれるようになってきました。現場が無事仲間に。時行の結んだ髪が耳に見える重ね方が良かったです。目とか耳とかのクリーチャー感とは異なり、高氏の得体の知れなさは不条理ホラーですね。いやー今週も時行可愛かったですね現場。スマートでかっこよくてめちゃ好きになった。ド級の変態だけど。逃げ若本当に面白いなぁ。現場が時行のメンツに加わり、鬼に金棒かと思ったら、人棒で、あっけに取られましたよ。難を逃れたけど現場の心を掴んだ時行臨死も再発行はなくなったし、めでたく領地を減らされずに済んだ。しかし高氏の恐ろしさが底知れず、あの鬼仏寺無惨と並びそう。従える主君から金はむしり取れを忠実とはいえ、現場のある種の呪縛もとい信念を揺るがしたのは、時行の体を張った行動とまっすぐな言動なのはいいね。高氏の圧倒的な強さと狂気がすごかった。どうやったら勝てるの感がすごい。定宗は変わらず好きです。定宗と市川のやりとり面白すぎたし、時行についての解説シーンかっこよでした。高氏と親王のシーンは高氏の異常さが出ていてもうね。怖すぎ。原作にもあったと思うけど、血しぶきが彼岸花になる演出好きです。今まで作画とかには焦点当ててこなかったけど、耳つけたのところも大東急のところもすごいレベル高かった。大半の人は高氏の魅力の方に引き寄せられてる中で、殿下だけは直感でこいつはダメだと気づいたの何気にすごいよね。若も未だに鎌倉時代の高氏をイメージしてるのに、ぶっ壊れレベルの武力とカンストしてるカリスマ性を持つサイコパスって、どう戦えばいいのさ。民衆たちから吹き出る血が彼岸花のような表現、まるで悪夢を見ているよう。現場君好きかもしれん。結城葵さんの悪辣少年ボイスから控えられん栄養があることを彼から知った。あ、そっか。綾子もお手つき発言は私のことも聞いてからずっと考えてたのかな？そりゃ、持ち運びしたいくらいちっちゃくて可愛くて、この歳でしっかり将来を考えてる主君がお手つきにしてくれるんだったら最高だよね。高い高いされてる初太も良きものですね。逃げ分かって、長者党をめでる作品のはずなのに、市川と定宗コンビに心奪われ始めてる自分がいる。原作よりも表現が正当進化してる。おぞましさ方面で手向け進化してると言った方が正しいかも。高氏のモンスターが過ぎるな。敵としては魅力的なわけだが、映像演出がすごかった。刀どんだけ長いねんと思ってたら気がついたらしきれててビビった。切れた首から彼岸花咲いてる演出すごい。今日も若様は勘は良かった。キラキラお目目でワクワク視点のほんと可愛い。
アニメの背中を切られたシーン見て思ったけど、若が普段の髪型だったら大切なお髪もバッサリいってしまってた気がしてならないし、忍ぶ装束の時の髪型超結びみたいなの可愛くて純粋に大好きなんだけど、実はそれを見越した対策だったのかな。現場の忍術や高氏のカリスマ性、当時の人や視聴者が理解不能と感じたことを抽象的な表現を使って映像に出力してる。何これ正気？スタッフさん生きてる大丈夫？逃げ若の見せ方、演出ほんまめちゃくちゃ良いよな。キラキラ若に至近距離で視線独り占め、現場に激しく嫉妬。前半は現場の実力が遺憾なく発揮。定宗とふさたすけコンビに忍術で立ち向かうシーンは必見。後半の高氏の恐ろしさたるや、笑顔で人を切れちゃう人ほど恐ろしい人はいないよな。6話の時点では高氏の内面のごくごく一部しか見えてないんだろうな。今回は以上になります。このチャンネルでは最新のアニメのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。